自分が設計したバッド FK26 と収まるフレデリック・コールホーフェン・コールホーフェンは1920年代から1930年代に存在したオランダの航空機製造会社である。創業者のフレデリック・コールホーフェンはフランスのドペルド・ユ産サ社に入社した後、イギリスのアームストロング・ホイットワース社で設計者を務め第一次世界大戦では アームストロングホイットワース FK8 偵察機やアームストロングホイットワース FK14 用戦闘機を設計した。コールホーフェンは1920年にオランダへ戻ったが、オランダの航空機製造をホッカーが独占していたことから自動車会社のスパイカーに勤務したり、自分で起業して失敗したりを経て、1926年に自身の飛行機メーカーを ロッテルダム近郊のワールハンフェンに1 9 3 0年に設立した。1931年に発表した FK434 座系飛行機は KLM オランダ航空など22機を製造した。1935年に初飛行した FK51 服用多用途機はオランダ陸軍航空隊に練習機として採用され、142機が 製造された、同社最初の成功作となった。こうしたオーソドックスな機体を設計する一方で、コールホーフェンは二重反転プロペラと、中央配置エンジンを有する FK55 短座、戦闘機や、自長100トンの超大型飛行艇を企画するなど、極めて野心的な設計もいった。これらは、計画や試作のみで終わったが、1938年時点で、 コールホーフェン社は1200人の従業員と面積8000平方 M の工場を有し、フォッカーと共にオランダのね大飛行機メーカーの一角を成していた。1935年、ヒトラーによるドイツ再軍備宣言が風雲級を告げる中、コールホーフェン社は FK56 練習機や FK58 単用、戦闘機などを製作し、 オランダのみならず、ベルギー空軍やフランス空軍からも受注した。だが、第二次世界大戦が始まると、1940年5月のオランダ侵攻によって、創業を停止し、そのまま再建されることはなかった。ありがとうございます。